はい、今回は新千歳空港からスタートです。はい、15番はい、ありがとうございます。まずは腹ごしらえということで、銀シャリさんで一番高いおにぎり筋子650円と温かいお蕎麦とエビ天と長芋天をいただきたいと思います。はい、今回の旅の目的地は大好きな道東です。また新千歳空港から女満別空港へレッツラゴノートいいパワーよろしく。よし、行くで。出発。はい、まずは道の駅アイオンへ向かいます。元祖熊焼き、自販も全部熊焼きの柄になって、あそこかな、っていうところは道の駅あいおい。目的はこっち。はい、はい、熊焼き買いました。結構大きい。アイオイ鉄道公園、いっぱい見えてますね。電車っぽいのが、電車じゃないね、列車、ディーゼル車。へえ、いや、紅葉しててめっちゃ綺麗。道東は紅葉が早いですね。駅舎が喫茶店になってんのかな。あ、気持ちいい。はい、道の駅あいおいを出まして、次は御根島へ向かいたいと思います。紅葉がですね、めちゃくちゃ綺麗で、黄色の葉っぱや赤の葉っぱもありませんが、とても綺麗でした。阿寒国立
スコーネ本音とやってまいりました。錦沼に来ました、はあ、鉄分が多く含まれてるからこんな色してるの。すごい色してるね。よし、じゃあ今日の宿向かいたいと思います。観光にやってきましたよ。晴れてるラッキー。ではモーターボードに乗りたい。ちっちゃいニャンコいるよ。これ赤あんこのニャンコ発見。お母さんにくっついて、あ、ここにもにゃんこ。みんな兄弟なのかな。観光船乗り場。はい、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 お願いします紅葉は今が見ごろですか。いやもうね終わっちゃってきてるんですよね。そうなんですか、早いですね。はい、はい、はい、虫類島に着きました。何も見ますこれからまず展望台に行きましょう。冬がそこまで来てる感じですね。ここから見える分かんなきゃもいいですね。特別天然記念物アカンコの前にも展示観察センター。
中類島に着きましたよ。宮神岳だけ。はい。あ、そうなんですね。あ、知らなかったです。おー、なるほど。この場所とか、その世界のところで、下もそれでも迷子全体じゃないんです。あー。すごい。おー。本当ですね。これも本物です。そうなんだ、すごい。あー、なるほど、そうなんだ。すごいな。はい、赤っぽのマリモは先ほど言ったように波によって転ばされて飛行になることができてるんですよ。はい。さっきの冬型マリモがちょっとずつ波によって転ばされると こんな感じ。へえ。楕円形っぽくなっていきます。で、赤子のマリモはここから5年、10年かけて綺麗な球体にまで成長していくんで、こんなに綺麗に。へぇ。大体の熱数でいうと20センチで、まあ、10年、15年くらい。はぁ、モーターボードめっちゃ面白かったね。ガイド付きでとってもマリモの生態が分かりましたね。阿寒湖の山々も名前も分かりましたね。阿寒湖面白いですね。また来たいね、違う季節に。今ここだけど、エコミュージアムセンター行って、この遊歩道を通って行きます。大きな沼にね、すごい綺麗。エコミュージアムのこの楓もみじ、軽く森林浴ができて気持ちがいいです。ここもホッケ沼？でもボコボコしてる？あ、してるね。ボコボコしてる。ホッケ沼でした。はい、阿寒湖を出まして、次は摩周湖へ向かいたいと思いますが、この行く途中ですね、カーブがものすごく多かったです。カーブだらけ、カーブ好きにはたまらない。カーブだらけ、スローイン、ファストアウト。
やっちまった。あかんこに忘れ物したので戻りました。気を取り直して湯宿大地さんに向かいたいと思います。温泉大地さん、早速行ってみたいと思います。